あ、であとね、なんかね、マイクラのね話したなんかペコラにマジで燃やしてごめんって言った、赤も爆笑してなんか笑ってたんだけど、そしたらペコラめっちゃ笑ったみたいな。そうだからね、次はねちょっとねすごいトラップ考えてるからさーってね、なんか2人に言ったらね、なんか2人ともニヤニヤしててね、なんかいや絶対おい見とけーってなった。そう、いやマジでビビると思うよっていうね、なんか釜だけかけて帰ってきた。そう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 、いやいやマジですごいの用意してるからみたいな感じで、やっべえどうしようみたいな、やべえフグトラップしかないみたいな、フグトラップを作るしかないっていう、なんかそういう焦りをねなんか抱きながら帰ってきたんですよ。2人のさ建築レベル高い。あーそうでね、これさこれをさ作らんで、なんかねプロテインズスバルで投稿があったんだけどさ、なんか今ペコラガンダムみたいなの作ってるじゃん、それにさ対抗してさ一夜にしてさこれを築こうと思うんだけど、どう思うこれ。なんかそうペコダムがもうできたの、そうなんか対抗してこれを一夜で作ろうと思ってるんだけど、どうこれやばいかな、これ強そうじゃない、これをねもうね夜中の間にもうそのさ作っちゃってさみたいな、これもなんか一夜城みたいにさもう作っちゃってみたいな、そうこれで威嚇していくタイプどうかなって思ったんだけど、どう、ちょっとこれどれで隠すんだっけ、そう一夜城じゃなくて一夜取りをねやろうと思います。従業員を雇った方がいい、えみんな従業員とかいるの、いいじゃん、わらわら、えこれめっちゃよくない、これさどっかでさ徹夜の枠取ってさこれ気づこうぜマジで、えこれちょっとさ送った人さね、これさ建築設計図、ちょ設計図送ってほしい、スバルの DM に送って、これちょっとマジで設計図設計図、えマジウサギだ建設にはムーナ、えムーナちゃん悪金には船長、おいマジかよ、いやでもねスバルはもうリスナーさんとともに、え誰か入ってくれるんかな、誰か入ってくれるんかな、いやスバルは今んとこリスナーさんと力を合わせるからね、こんなん絶対笑う。迎えに立てよ迎えに。そのなんかちょっとなんかそのペコダムをこうなちょっとの背後とかに立ててこう画角に入るようにね作ってこう、いや向かいはね分かる、向かい立てていいかな、向かいなんかする予定あるかな、そうみたいなねことをね考えてます。